はいどうも、エルザです。それでは、デッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回サバイバーですね、やっていきたいです。ということで、山岡邸か。でもって、フレディか。フレディか。強いんだよね。さあ、そうだね。できるだけその発電機が見られないように動きたいんで。ワープしてくるからね。できるだけちょこちょこ離れつつとか繰り返しながらやっていきますか。多分チョコ回しがちょうどいいだろうね。さあ、そろそろ眠りに入るかな。お近くに来てる。さあ一人追いかけられてるね。まあ、今回ただ破滅がないのがまだ救いというか、破滅あるとねほんと強いからねフレディね。いや、あのワープは見えたら飛べるっていうのはほんとすごくいいよね。そのうちちょっと使ってみたいな。いや、どうしてもフレディさ、強いっていうのがもうあるからさ、使いたくないみたいな。強武器使え、わ、使いたくないみたいなところあるからね。さて、一人目で捕まった。どのあたり釣るかな。真逆。であれば多分、大丈夫かな。で、今回は、しなやかずっと一緒、ボロ対セルフケアできてます。まあ救助とかかな。まあしなやかで助けた後逃げようかなという感じなんで。ただあれ一人来ちゃった。お、助けたね。あ、それならいいかな。まあでもとりあえずフレディはもう回せるときにガンガンっていうのと、まあ単純にさ、チェイスが試されるよね。ワープして飛んでくる分ね。ああ追っかけられてるか。さあ、決死の一撃使ったね。お、回している。今回のフェンミンちゃん、果てたね。さて。あまりドリームスネアの影響を受けたくないんで。どっちかな、左かな。爆発したから来てそうな気はするんだけどね。おお、助けた。はーい。まあ救助は大事。まあ今眠りに入ってるのが人数少ないんで多分大丈夫だと思うんだけどね。そんなすぐすぐ飛んでくるとは。お、あら、焦ったー。焦ったよー。クローデットか。あー、また。いやー、焦るなー。どこどこ釣る。近くだよね。あー、近くいる。いや、あれいけるか。いや、最近ね、救助できますよって意味でも
あ、見バレた。する人いて、ごめん、これちょっと、よし、時間稼ぎはした。飛んだか、うわああー、やっぱ夢の中やとね、ドリームパレット使ってくるよね。パレットが強いの、それ考えたら、まあ単純にね、目覚ましてた方が強いんだけどね。いや、これが強い。さて、回復しきっ、ああしてたか、よかったよかった。ね、みんやばそうだな。ああさあ早くね、ちょっとそこはしっかり持ってから。まあまあとりあえず逃げて回復しよう。発電機の近くがきついんだよな。で、上手い人になるとね、足元の出血しっかり見るキラーもいるからさ、そこが怖いんだよね。さあとりあえず回復回復。やばいね、釣られてる回数に対して全く発電機が治ってない。まあ、これが強いところだよね、フレディね。さてさて、まあ、右手前は意外と治りそう。しかもし恐怖症でね。遅延行為入ってるからね。まあ一人分だったらまだちょっとマシか。救助救助、ナイスチェイス。あー、直していきたい、挽回していきたいね、こっからね。お、一人チェイスが始まった。さあここはなおすぐ、これ節がなくてよかったな、ほんと。さあ、ジョーか。多分2人で回すのが一番得策なんだろうけど。あ、1回目か。はあ、いやー、こういう時緊張するよねー。フレディ戦はね、前から来るか分かんないからさ、ほんと後ろのだったりとか横とかも予想ができないんで、めちゃくちゃむずいのよね、対面ね。さあ味方が助けた。さあ共同で回復もしたいが、まずはアレットの確認もしたいんで。さあ会長、お、いるね。いたような。さあどうだ、バレるかな。背中のバッグが見えた瞬間終わりなんだよな。い
や、お気に入りなんでね、このケイトの衣装はね。さあ回そうと思ったが、いけるか、大丈夫だよね。いやー、つらいつらい。今見えた、よしよし、さっきあー、危ねー。ここには地下はない。開いた。ちょっとフェミンちゃん、ちょっとしなやかで距離置いて、まあ多分チェイスの誘いをしてたような気はするけどね。そうだね、治療失敗すると目が覚めるもんね。やーべ、見つかった。どうする、どうする。こっちは目覚めてるからね、一応パレットの位置は分かってるからね。ほい、あパレット反応してくれなかったな、やばいな。まあでもちょこちょこ味方が直してくれてる感じではあるから、可能性はまだある。ちょっと危険なんで離れるね、そのあたりはね。やばいやばい、引っかかる引っかかる。意外とね、外壁周辺の置いてある岩とか木って通れなくて邪魔だよね。全然慣れんわ。さあさあ、フレディ戦はね、もう長期戦が当たり前なんで、あ、ロッカー。ロッカーはね、難しいよね、隠れるのね。多分、ジェフかな？ジェフはこれで？終了ですね。あー、ジェフ、最後助けてくれたけどね。まあ、助けてもらってありがたいね。こっちに一緒に逃げてたら、結果は変わったかもしれないね。さっきの真ん中と、こっち側多分ないもんね。あったあったあった。直したいんだけど。わ、あー、アップしてくるかな？なんかビチャ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 って音がする。今のいいんだ。なんか発電機が直ってる音がするんだよな。そこか、左の方か。ちなみにどこ釣る？もう後がないからね、僕は。しっかり蹴る。そうだね、破滅持ってるっぽかったからな。さあ、助けるから待っててね。
はクロちゃん助けた。回復は自分でできるよね。まあこれでやっとずっと一緒だの意味があるっていう無理救助じゃなくてちゃんと助けるのと代わりにダメージを受けるってところだね。まあ、ボーナスはゲットと。どうだろうな、なんかあっちにいそうな感じも。やばい、なんかちょっと聞こえるね。おお、近っ。ね、フェンミンが多分これでアウトじゃないかな。アウト。ああどうしようか。目覚ますのもありだけどな。まあ飛んでくるよね。バベチリで多分見えてるはずだから。そのあたりはね。でもやっぱフレディでバベチリは強いよね。もうそもそも発電機の場所は見えるからさ。あ、見えるんだろうか。ワープができ、まあキラーは基本全員見えるからね、発電機の場所はね。ひたすらチェイスで、チェイスっていうか逃げないとね、隠れて。いやー、発電機せめて2個にしたいなね。ナイトメアの独特の曲ね。いや心臓に悪いなマジで心臓に悪いな。発電機も残ってる場所がね、意外と見やすいというか、一張りしやすいところでもあるからね。近い近い近い。危な、今見えたね一瞬。あと中央か。ちょっと望みにかけて、鍵出てこないかな。鍵に、ああもう取られてるしかも使い古し。さあ見つかった。多分ね、最後だと思うんだよね。いやーにしてもまんべんなく釣るキラーだったな。あれされるとマジできつい。さあハッチだ。ハッチを探せ、ハッチ。よかった、バレてない。あれってことは、ハッチまでできたか分かんないか、さすがに。いやー、やばいねー。
ないな。こっち側はないね。反対側か。どうしよう。もうそこ開けるか。一か八かだね。で、先に多分手前を見に行くはずだから。早く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 。怖え。これが一番怖えんだよな。早く早く早く。やばい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 。やばいやばい。逃げろ逃げろ逃げろ。来たー。あーぶねー。出れた。いやー、味方のおかげもあって、あとはキラーさんがやっぱまんべんなく釣ってくれてると、ありがたいね。やっぱビビるけどね。いやー、危なかった、危なかった。はい、ということで、今回ここまでです。で、ボーナスもらって6万ぐらいか。あー、よかったか。ちょ、ピップはもらえたね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。ランク1キラー。うめえわ。そうだね。また次回、デトバやっていきたいと思いますね。楽しみにしておいてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。